はい、ひよっこトレイルランナーしばちゃんです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回は皆さんにある報告と決意を伝えさせていただくため、緊急で動画を回しております。この度私しばちゃんはスキンケアを始めることにしました。わー題してトレイルランナーしばちゃんのお肌すべすべ若返り大作戦。美しくありたい。はい、というわけで、緊急で動画を回してるのでね、舌は僕ハーパーンです。一回やってみたかった、ごめんなさい。チャンネル登録よろぴよ。で、なんでいきなり僕がスキンケアをしようと思ったかっていうと、トレラン始めてだいたい2年になるんですけど、日に日にお肌のこの乾燥具合とシミとかくすみとかシワが増えてきた気がしてて、でこれは僕が日々実感してる部分でもあったし、やっぱりトレランって長時間外に出るじゃないですか。まあそれが練習にしろレースにしろ、年々強くなる紫外線をもう浴びまくって、もうお肌に対してはすっごいダメージを浴びてるんだなと思っております。で今は男性もスキンケアがね、当たり前の時代になりつつあります。で僕自身はまあ本当簡単なスキンケア、お風呂上がりに化粧水塗るとか、レースの時とか長時間外に出る時だけ日焼け止め塗るとかね、それぐらいのことしかしてこなかったし、もう自分の肌を痛めてた、傷つけてた、ごめんね。なのでまあ僕もね、長くトレラン続けていきたいからこそね、一度本気でスキンケアに取り組んでいきたいと思います。でその経過だったり成果を1ヶ月後3ヶ月後とかで報告していけたらと思います。でランナーの方とかは特にね、外で紫外線浴びてるので、なんか体はすっごい元気で体力はあるんだけど、やっぱりケアとかしてないとこう顔の方から少し老けていくっていうのもよく聞くので、で僕が今後トレラン続けていって、まあ、50代60代になった時にもうね、しわくちゃになっちゃうと本当嫌だなと思うので、まあ僕今34なんですけど、34から始める本気のスキンケアですね、やっていこうかなと思います。はい、しわチャンネル。でこのチャンネルの視聴者さんもだいたい9割ぐらいが男性で、かつ40代50代が7割ぐらいだったかなを占めております。まあスキンケアっていうのはいつ始めてもおかしくないとは思うし、なんか男性のトレイルランナー、ランナーさんだからこそこう一緒にね、美意識を高めていければと思います。どうですか皆さん、お肌の調子は。なんでやっぱね、中には日焼けなんてそんな気にしないよって思う方もいるとは思います。僕それはそれで全然否定もしないし、今までがどっちかというとそういうタイプだったので全然否定はしないんですけど、で何かをきっかけに自分に向き合うことってたくさんあると思うので、それが自分の体なのか体力なのか歯なのか肌なのかっていうだけの話で、で僕は今回お肌に向き合っていこうかなと思います。しばチャンネル。で今の現状として今日撮った写真を上げておきます。バン、こんな感じですね。はい、でまたビフォーアフターとかね、上げていければと思うので、一応ね今ねスキンケア始めて2日目の朝なんですけど、それでもね結構肌がもちもち感があるですよ。なんかちょっと嬉しい気持ちで、これを例えばじゃあ30日続けたら、90日続けたらどう変わっていくのか、でこれから特にね紫外線が強くなる夏、そしてトレイルレースが増えてくる時なので、まあ、それでもお肌をきれいに保てるかどうかっていうところをですね、まあ、僕の中でこう検証しつつ皆さんにお伝えしていけたらいいかなと思います。男性ランナーにこそ見てほしい、僕の取り組みになりますので、何それって思うかもしれないんですけどね、なんかいいですよね、やっぱ清潔感あった方がいいし、ね、僕もね昔はこうダンディーな
男に憧れてたんですけど、別にそのダンディーな男性ね、今を見てもすごいかっこいいなと思います。正直ヒゲとか生やしてこう髪結んだりとかね、めっちゃかっこいいなと思います。まあまあそれは置いといて、自分のお肌と向き合ってみましょうっていうのが、今回の僕の取り組みになりますので、まあ皆さんもね、僕の変化を楽しみにしていただければと思います。または僕のこの動画をきっかけに、あ、ちょっと僕も取り組んでみようかなっていう男性はですね、ぜひ一緒に取り組んでいきましょう。仲間が増えると嬉しいんで、すべすべ仲間。はい。あとは、女性の方もですね、もし何か、アドバイスがあれば、やっぱりその道のね、プロだと思うので、ぜひいろんなことを教えてください。チャンネル登録、よろぴよ。というわけで今回は、トレイルランナーシワちゃん、お肌すべすべ大作戦始めるよっていう、動画でした。で、実際に僕がどんな、スキンケアをしていくか、変化は随時更新していく予定です。僕のインスタグラムの方でも日々のケアとかを上げていこうと思いますので、よかったらインスタグラムの方もフォローしてください。はい、それでは皆さん良い肌活を美活かなそれではバイバイ、頑張ります。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、応援よろしくお願いします。